ちは、シャキです。今回はついにフロリダハコガメのエリちゃんが産卵をしたので、その様子をご紹介します。これは6月24日のエリちゃんの様子なんだけど、昨日6月23日の夜に防犯カメラで確認したら産卵していました。産卵した場所は去年と同じで、ここで産卵していました。というわけで、今回の動画は産卵までの経緯と卵の回収の様子などをご紹介します。それではスタートです。2023年6月23日土曜日、これは防犯カメラで撮影した映像なんだけど、この2日ほど前から落ち着きがなかったんです。あんまり餌も食べないし、うろうろしてるから、そろそろ産卵するかなって思っていました。そんな時に限ってなかなかしないんだよね。うん、けど雨の次の日とか多いような気がするのよね。うん、それはあるかもしれないね。あとなんか大潮の時に産卵するっていう話も聞いたことあるのですが、あんまり気にしたことないのでわかんないんです。そもそもわかんないでしょ、いつが大潮とかって。うん、はっきり言ってわかんないね。それでなかなか産卵しないので、産卵場の砂をほぐしてみたりして、意味あるのかわかんないことしていました。それでもなかなか産まないのよね。うん、まだずっとうろうろしてたからね。それで卵詰まりになったりしてもかわいそうって思ったり、いろんなこと考えて、去年産卵したのここだよって移動させたりもしました。けど結局は産まなくて、もう今日は違うんだろうって諦めたんです。すると夜19時半ごろ、防犯カメラを何気なく見てみたら掘っていました。一回諦めたからびっくりしたよね。うん、まさかって思ったよね。その後防犯カメラを意識しながら過ごしてたんだけど、やったー、防犯カメラ越しですが、嬉しいことにまさかの産卵シーンを目撃することができました。この日6月24日になりますが、早速昨日の場所を掘ってみました。防犯カメラも全てをチェックしたわけじゃないので、なんと産んだのかわかんないんだよね。去年より多いかな。うん、わかんないけど、とりあえず掘ってみるね。今卵あったよね。うん、割らないように慎重に取り出さないとね。掘り返してみたのですが、卵はありませんでした。とりあえず今年のエリちゃんの1クラッチ目は1個でした。まだ気になる場所があるんだよね。大きな池のここが気になるんです。早速掘っていきます。これ掘り進めていくんだけど、角度が悪くて見えないので位置を変えます。やはり1個ありました。さっきと同じように割らないように慎重に掘っていきます。なんだかすごく細長い卵が出てきました。こんな細長いの初めてでしょ。うん、見た記憶ないよね。あともう一個は見たことないような小さい卵が出てきました。これ多分だけどキーちゃんじゃないかな。最近キーちゃんとチョコちゃんが餌も食べないし、行動も変だったから怪しいなーって感じだったのよ。そうだったんだね。まあ形は変だけど、とりあえず今日は3個の卵を回収しました。掘り終わってから試しにキーちゃんに餌をあげてみました。ここ何日かほとんど食べなかったのに食いつきが良かったので、多分変な形の卵はキーちゃんです。キーちゃん、今まで産卵したことなかったから、キーちゃんだったら初産だね。そうよね、キーちゃん同期のカメに比べたら成長が遅かったし、
犬に噛まれたこともあったし、結構心配することが多かったから、ここまで成長してくれて嬉しいよね。ですね。ですね。まあ、去年も初産だったララちゃんが小さい卵を6個も産んだけど、全部ダメだったから、初産がうまくいかないことってあるのかもね。うん、あるのかもしれないよね。知らんけど。あと、これ見てください。この子は、チョコちゃんなんだけど、なぜか木に登っています。こんな風に木に登るなんて、普段は絶対にやりません。そうなのよね。うろうろして木に登って、なかなか大変なのよね。チョコちゃんも、今まで産卵したことないから、どうなるのか気になるよね。次は、エリちゃんにも、お疲れ様のお肉をあげたんだけど、食べませんでした。そうなんだ。それはちょっと心配になるよね。けど、なぜかわかんないけど、ランディが食べに来たのよね。ランディは、産卵してないんだからいらないでしょ。そんなこと言わないであげてよ。ランディとエリちゃんの2匹がいたから、卵が生まれたんだからね。まあ、そうだよね。この2匹のおかげで、俺たちも、いろんな経験をさせてもらってるからね。そうなのよ。だから、こういう関係を大切にしていきたいよね。ですね。ですね。というわけで、この日は、フロリダハコガメのエリちゃんの卵が1個、キゴシイシガメのキーちゃんの卵が2個、合計、3個の卵を回収しました。最後に、これは、この日回収した3個の卵です。またいつものように、これから産卵した日の日付を書いていきます。再度、書いてる間に少し話すけど、フロリダハコガメに関しては、去年初めて産卵したのよね。うん、そうだよね。去年は、3個産んで、1個はダメになって、2個はそれなりに育ってたけど、1個は、四五盛りだったんだよね。だから、1匹しか生まれなかったのよね。そうなんだよね。あの四五盛りの子なんか、どうにかならなかったのかな、とか、卵の管理の仕方が悪かったのかな、とか、未だに考えちゃうよね。そうなのよね。はっきり言って、考えても原因がわからない出来事だからね。そうなんだよね。そういうのもあって、今年は、インキュベーターを導入してみたんだけど、どんな結果になるか、ぜひこれからも、その状況を見届けてくださいね。あと、今回の3個の卵は、有精卵か無精卵かもまだわかんないからね。うん、そういうのも含めて、大事に見守っていこうよ。ということで、今回の動画は、これで、終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、またねー。ご視聴いただきありがとうございます。